農業とは土地の力を利用して有用な植物を栽培する。また、有用な動物を使用する有機的な生産業。農業とは土地を利用して有用な植物、動物を育成し生産物を得る活動のことである。講義には農産加工や林業までも含む。このうち林業については林業を参照。農業を職業としている人は 農家や農民と呼ばれる。2007年現在、全労働人口の3分の1が農業を中心とする第一次産業に従事している。世界全体では第三次産業に従事する人口が一次産業を凌駕している。農業は伝統的な分類では林業、漁業,業と同じ第一次産業に分類される。農業、林業、水産業、 畜産業などに関わる研究は、農学という学問の一分野を成している。人類はもともとはもっぱら狩猟採集を行って生きていたと考えられており、どこかの段階で農業を始めたと考えられている。農業の起源については、諸説あるが、ハーバード大学、テルアビブ大学とハイファ大学の共同チームは、イスラエルのガリラコ湖岸で、 二万三千年前の農耕の痕跡を発見したとニューヨークタイムズなどで報道されている。また、約一万年ほど前、中国の長江流域で稲作を中心とした農耕が始められていたことが発掘調査で確認されている。また、レバントではテルアブ・フレーラ遺跡で最古級の農耕の跡が発見されている。イモ類ではパプアニューギニアにて9000年前の 農業用灌漑施設の後、クックの初期農耕遺跡がオーストラリアの学術調査により発見されている。農耕の開始と同時期に牧畜の開始された。中緯度の狩猟民が定住化した後に農耕や牧畜を開始したことは農業革命と呼ばれており、その後の人類の社会に大きな影響を与えた。植物を栽培するためには、 自然の植生を取り払う必要があり、土地を焼いた後に種子をまく方法が行われていた。原始人は意識していたかわからないが、草木の灰には養分が含まれており一種の施肥行為になっていた。しかし、これだけでは十分な養分の供給は難しく、完全な定着農業が実現したのは、ヨーロッパで発達した林作や積極的な施肥といった方法が行われるようになった。 ことによってである。社会の分業化とともに自給自足、物々交換のための農業は商業化された、農業へと移行した。フィリピンコルディリエーラの棚田群、ユネスコの世界遺産に登録されている、世界最大規模の棚田である。アメリカ、カンザス州のセンターピボットによる、工作地産業分類や生産物分類では、公衆農業と、畜産農業に対別される。 投資部門と畜産部門の連携を構築連携という。公種農業とは米、麦、野菜等の生産活動を行う農業を言う。工作システム、悪しき政府が田舎に及ぼす悪影響。悪性によって田舎が荒廃してしまっている図。工作システムは利用可能な資源や制約条件によって変化する。焼き畑農業は毎年のように森林を燃やして、 解放された栄養素を工作に利用するシステムで、その後は多年生作物を数年間栽培する。その区画は、その後休館地とされて森林に自然に戻り、10年から20年後に再度焼いて利用する。休館期間は人口密度が増加すると短くなるため、肥料を導入したり、病害中管理が必要となってくる。次の段階は、 休暇期を設けない工作システムであり、栄養管理と病害虫管理がさらに必要となる。その後さらに工業化が進展すると、単一作物の大規模栽培システムが登場する。特定の栽培品種だけを作付けすると、生物多様性が低下し、必要な栄養素も気につかし、病害虫も発生しやすくなる。そのため、農薬や化学肥料にさらに頼ることになる。 多毛作は一年間に複数種類の作物を次々と栽培するシステムで、観作は複数種類の作物を同時に栽培するシステムである。他にも、今作という類似のシステムもある。熱帯では、これらすべての工作システムが実際に行われている。亜熱帯や砂漠気候では、農作物の栽培は、降雨の時期に限定されて一年間に何度も、 栽培することができないか、さもなくば、考えを必要とする。それらの環境では、多年生作物が栽培され、アグロフォレストリーのような工作システムも行われている。温帯では、草原やプレイリーが多く、年一回だけ収穫する、生産性の高い工作システムが、支配的である。二十世紀は、集約農業、農業における集中と分業が進んだ時代であり、 農業科学の新技術、農業機械、品種改良がそれを支えた。ここ数十年間、社会経済学的な公正さと、資源保全の考え方や工作システムにおける、環境の考え方と結びついた、持続可能な農業への動きもある。この動きから、従来の農業とは異なる、様々な農業の形態が生まれた。例えば、有機農業、近郊農業、 コミュニティサポーテッドアグリカルチャー、エコ農業、インテグレーテッドファーミングなどがあり、全体として農業の多様化に向かう傾向が明らかとなってきている。高種農業による生産物生産物分類は複数あるが、主に高種農業の生産物は、穀物、野菜、果実及び、喧嘩、脂肪種子及び脂肪性果実、高診療植物及び、香料作物、 豆類、豆量作物、その他の植物原料などに分類される。国際連合食料の業機関による作物の種類ごとの生産量の推定を次に挙げる。畜産は基本的に食肉、鶏卵、土、ウールなどを得るために動物を飼育することである。歴史をたどれば、もともとはすべて野生の動物であったのだが、その中から比較的飼いやすい種類や、 利用価値が高いものを見出し、人類が次第に家畜として利用するようになってきたので、ある。畜産システム、畜産システムには、まず飼料を供給する草原に基づくもの、混合型システム、土地を持たないシステムなどがある。草原に基づく畜産は、半数動物の飼料を供給する、低木林地、放牧地、牧草地のような草地に依存している。 家畜の給費を肥料として直接草地に撒いたとしても、それ以外の肥料も使用することもある。畜産というのは、気候や土壌のせいで、農作物の栽培が現実的でない地域では特に重要であり、世界には3000万から4000万人の牧畜民がいる。混合型システムでは、飼料作物や穀物を生産して、半数動物や単位動物の飼料とする。 旧費は農作物の肥料として再利用される。統計的に見ると、実は農地の約68%は飼料作物栽培地として畜産向けに使われている。人々が食事で食べる食品が先進国で起きがちな肉食変調傾向などによって植物性の食品から動物性の食品へとシフトすると結果としてせっかく生産された。 穀物、野菜類の大部分が肉のための家畜の口に入ってしまうということが指摘されている。直接植物を食べるのと家畜に食べさせてから肉として食べるのを比較すると人が同程度の栄養を取る場合を比較すると肉にしてから口に入れる方が10倍程度の植物が必要になると指摘されている。つまり わざわざ肉に変換してから口に入れるということをすると植物の生産人間の栄養という経路の効率は1、10程度まで落ちてしまうということである。土地を持たないシステムでは飼料は農場外から供給する。つまり飼料作物の生産とか畜の飼育を別々に行うもので特に経済協力開発機構化名国によく見られる。特に アメリカ合衆国では生産した穀物の実に70%が飼料として消費される。飼料作物の生産には化学肥料が多用されており、給費をどうするかも問題となっている。飼育動物の飼育畜産は基本的に食肉、鶏卵、乳、ウールなどを得るために動物を飼育することであるが、畜産が飼育するための動物を産ませ育てることまで、 含めて刺すこともある。馬、ラバ、牛、ラクダ、リャマ、アルーパカ、犬といった動物は、農地の工作、作物の収穫、収穫物の運搬、他の家畜の番などに刺激されてきた。農場内の幹線道路、機械が通れるだけの幅を確保している。1940年代以降、主にエネルギーを多用する、機械化、肥料、農薬によって、農業の生産性は、 急激に向上した。それらのエネルギー源のほとんどが化石燃料によるものである。1950年から1984年にかけての緑の革命で世界中の農業が大きく変化し世界人口が倍増する間に穀物生産量は250%も増加した。現代の農業は石油化学製品と機械化に大きく依存しており 石油不足がコストを増大させて農業生産量を減少させ食料危機を起こすのではないかという懸念が生じるようになった。現代の機械化された農業は二つの意味で化石燃料に依存している。一つは農場で燃料として直接使用しておりもう一つは農場で使用するものを製造する過程で間接的に使用している。直接消費としては 農業機械の燃料や潤滑油としての使用だけでなく乾燥機、ポンプ、ヒーター、冷房などにガスや電力を使っている。2002年の時点でアメリカ合衆国の農家が直接消費したエネルギーは約1.2エクサジュールでアメリカの全エネルギー消費の1%強程度である。間接消費は主に肥料と農薬の製造に使われた石油と 天然ガスであり、2002年には0.6エクサジュールだった。農業機械の製造に使われたエネルギーも、間接消費の一種だが、アメリカ合衆国農務省の統計にはそれは、含まれていない。合計すると、アメリカでの農業が直接、間接に消費するエネルギーは、全体の約2%を占めている。アメリカでの農業の直接、 関節のエネルギー消費量は1979年をピークとして、その後30年間は徐々に減少傾向にある。食料システムといった場合、農業生産だけでなく、その後の加工、梱包輸送、販売、消費、廃棄といった食料にまつわるすべてが含まれる。アメリカでは、食料システム全体のエネルギー消費に対して、 農業が占める割合は5分の1以下である。石油不足が生じた場合、食料供給に影響が生じる。現代的有機農法を採用している農家は、化学肥料や農薬を使わなくとも高い生産量を維持できると報告している。しかし、石油に基づいた技術で可能になった探索栽培で失われた土壌の栄養素の復元には、時間がかかる。2007年。 バイオ燃料用作物の栽培が農家を引きつけ、他の要因も加わって、アジア、中央、アフリカ、メキシコなどで食料供給が逼迫し、世界全体で食品価格が高騰した。2007年12月の時点で37カ国で食料危機が発生し、20カ国で何らかの食料価格の統制が行われている。この2007年から2008年の世界、 食料価格危機で暴動も起きている。農業に関連して最も化石燃料を消費しているのはハーバーボッシュ法で化学肥料を作る際に原料の水素を得るのに天然ガスを使っていることである。天然ガスが使われているのは水素の原料として今のところ最も安価だからである。石油が減少してくれば天然ガスが その代替として一時的に使われるようになり、需要と供給の関係で天然ガスはさらに高価になる。他の水素の原料が見つからなければ、ハーバーボッシュ法による化学肥料の製造は高くつくようになり、化学肥料の入手が困難になることが予想される。そうすると、食品価格が急激に高騰し、世界的な食料危機になる可能性もある。 石油不足対策として有機農業への転換が考えられる。有機農業では石油化学製品である殺虫剤、除草剤、化学肥料を使わない。現代的有機農法で生産量が減少しないことを実証した農家もある。しかし有機農業は手間がかかるため労働力の都市から地方へのシフトを必要とする。農村で廃棄物からバイオタミア。 合成燃料を作って燃料として使うという方法も提案されている。合成燃料の場合、その場で作って使用することが可能であるためより効率的であり、新たな有機農業には十分な燃料を供給できる可能性がある。肥料が少なくても生産量が減らない遺伝子組み換え作物の開発も進められている。しかし遺伝子組み換え作物については生態学者や 経済学者から疑問が提されており、2008年1月には遺伝子組み換え作物が環境面でも社会面でも経済面でも失敗だとする報告がなされた。モンサントの失敗例のように遺伝子組み換え作物による持続可能性の研究がある一方で、従来からの品種改良による作物の持続可能性の改良が行われている。さらに、 アフリカの自給自足農家についてのバイオテクノロジー業界による調査によると農家の抱える問題への対策のほとんどは遺伝子組み換えとは無関係のものだったとしているそれにもかかわらずアフリカのいくつかの政府は遺伝子組み換え技術への投資が持続可能性を高めるのに必須だとしている現代社会は貨幣経済であり農業も 自家消費のための生産という側面を残しつつも、ほとんどの農家は、農産物の販売によって、貨幣で収入を得ている。農家の場合は、会社から賃金を得る場合とは異なり、農家自体が、経営体で、家族労働に依存していることも多く所得の算出が、やや複雑になる。農業所得は、農産物の販売による収入から、農業経営費を差し引いたものである。 農業経営費には、肥料や農薬等の物材費、時代、雇用労働費、農業機械等の原価償却費などがある。農業経営費は、家族労働費、自作地時代、自己資本利子などを含む生産費とは異なる。また、農産物の販売による収入のほか、政府から受け取る助成金が重要な収入源になっている場合もある。農業は、 自然環境の中で動植物を生産するため、自然災害や不作などのリスクがあるほか、短期的な収益最大化を図ろうとすると、土地の自力維持ができなくなるなど、農業経営には多面的要素がある。農作物栽培の場合、基本的に自然を対象にするため、日照や気温、降水量などの気象状態に左右されやすく、また受給関係や、 投資の影響による市場での価格変動もあり、収入面の安定に欠ける面がある。また、畜産では、市場での価格変動以外にも、飼育する家畜に対する水や、飼料の給仕や運動など、早朝から深夜までの世話が毎日必要となり、休日が取りがたく、従事者の肉体的負担、精神的な負担が大きいという問題のほか、家畜の紛用による悪臭や、 環境汚染などの問題を有する。農業経営の規模では、農業経済学や農業経営学で古くから、大農と小農をめぐる論争がある。小農は、賃労働者のいない、小規模の家族経営の農家を言い,い、生産活動は、自家労働で行い農産物の一部は、自家消費され、家計と生産が未分離という特徴がある。家族経営と、 企業的農業経営に分けられることもある。農業政策は農業生産の目標や手法を扱う。政策レベルでの主な農業の目標として次のものがある。多くの政府が適正な食品供給を保障するために農業に補助金や助成金を与えてきた。そういった農業補助金は小麦、トウモロコシ、米、大豆、土といった。 特定の食品に対して与えられることが多い。先進国がそのような補助金制度を実施する場合、保護貿易と呼ばれ、非効率で環境に対しても悪影響があると評されることが多い。近年、集約農業の環境への悪影響、特に水質汚染に対する反発から有機農業を推進する動きが生まれた。例えば、 欧州連合は1991年に有機農産物の認証をはじめ、2005年には共通農業政策改定で生産量と補助金を段階的に切り離す、いわゆるデカップリング方式の導入を決めた。2007年後半、いくつかの要因が重なって穀物の価格が急騰し、穀物を資料としている畜産物の価格も押し上げた。 世界中のいくつかの国で暴動まで発生した。高騰の要因は、オーストラリアなどでの干ばつ、中国やインドなどの成長が著しい、中流階級の食肉需要増、穀物をバイオ燃料生産に転換し始めたこと、いくつかの国が貿易を制限したことなどである。近年、UG99 株の小麦に小麦サビ病という、伝染病が、 アフリカやアジアで広まっており、懸念が強まっている。また、全世界の農地の約40%で土壌の荒廃が深刻な問題となっている。国際連合大学のガーナに本拠地のあるアフリカ天然資源研究所は、アフリカでこのまま土壌の荒廃が進めば、2025年にはアフリカの人口の25%にしか食料が、 生き渡らなくなる可能性があるとしている。世界各国の農業生産高概略。中華人民共和国を100とした時の各国の農業生産高。緑色の丸は100%、黄色の丸は10%、赤色の丸は1%経済発展、人口密度、文化など、世界の農家はそれぞれ全く異なる、条件下で働いている。アメリカの綿花農家は、 作付け面積1エーカーあたり230ドルの補助金を受け取っているが一方でマリ共和国などの開発途上国の農家にはそのような補助金は出ていない価格が下落してもアメリカの免課農家は補助金があるので生産量を減らす必要がないがマリの免課農家は価格下落の影響をもろに被って破産することもある大韓民国の畜産農家は政府に 保護されており、子牛1頭あたり 1300US ドルの販売価格を見込むことができる。南米のメルコスウルカ名国の農場経営者の場合、子牛の販売価格は120から 200US ドルである。前者は土地の不足と高コストを公的な補助金で補っており、後者は土地の広さと低コストによって補助金がないことを補っている。 中華人民共和国では、農家の平均的工作地は1ヘクタールと言われている。ブラジルやパラグアイなど、海外の人間が土地を自由に購入できる国では、1ヘクタールあたり、数百 us ドルで、数千ヘクタールの農地や、未開発の土地が、国際的に販売されている。1970から2008年にかけての、農業生産額。 緑の革命により塗り替わった。2011年の世界各国の農業生産高を以下に示す。食の安全や食品表示の問題は食品の安全性に関わる問題である。国際的にはバイオセーフティーに関するカルタヘナギ定書によって遺伝子組み換え作物の貿易が規制されている。欧州連合では遺伝子組み換え作物を使った食品には 表示が義務付けられているが、アメリカ合衆国では必須とされていない。遺伝子組み換え作物の安全性についてはまだ疑問が残るため、遺伝子組み換え作物を使用の有無を食品に表示し、一般大衆が選択できるようにすることが必須だ、と考える者も,もいる。国際連合食料農業機関は、飢餓の根絶を目標とし、加盟国が平等な立場で集まって、 食料政策や農業の規制について話し合い合意を形成する場を提供している。FAO の家畜生産衛生部長サミュエル・ジュートッツイは巨大食品企業によるロビー活動が健康と環境の改善に向けた改革を妨害してきたとしている。彼はコンパッション・イン・ワールド・ファーミングの年次会合で現実の真の問題は 強大な力を背景にしたロビーストの影響を受ける政治的プロセスでは解決されないと述べた。例えば、畜産業界の自主規制案として単位面積あたりの家畜の頭数を制限して土地への長期的ダメージを低減するなどの環境対策が提案されたのだが、巨大食品企業の圧力によって廃案となってしまったのである。 アメリカ合衆国では家計における食費に占める農業のコストの割合が低下し、食品加工、流通、マーケティングのコストが増大している。これは農業の生産性が向上しただけでなく、高付加価値の食品が増えていることを意味する。1960年から1980年まで食費に占める農業コストは40%前後だったが、 1990年には30%、1998年には22.2%に低下している。河川化も進んでおり、1995年には食品企業上位20社の製品が全体の半分を占めるようになっており、1954年に比べると倍増している。流通面でも河川化が進んでおり、アメリカのスーパーマーケット上位6チェーンが 食品販売に占める割合は1992年には32%だったものが2000年には50%になった。河川化はある意味で効率向上にもなっているが農村にとっては悪影響があるかもしれない。トラクターとグレインカート人類は文明の始まった数千年前から品種改良を行ってきた。 人間によってより良い特徴を持つ作物になるよう、植物の遺伝構造を変更してきた。例えば、果実や種がより大きくなるようにしたり、干ばつへの耐性を持たせたり、害虫に強くしたりといった改良である。グレゴール・ヨハン・メンデル以降、品種改良技術が著しく進歩した。遺伝形質についてのメンデルの業績により、遺伝について理解が深まり、それによって、 品種改良の技法が発展したのである。望ましい特徴を持つ植物を選択し、自家受粉及び竹受粉を駆使し、最終的には遺伝子組み換えを行うようになった。植物の品種改良により、徐々に収穫量が増えていき、病害や干つへの耐性が改善され、収穫が容易になり、作物の味と栄養価が高まった。慎重な選択と育種によって、 農作物の特徴は大きく変化していった。例えば1920年代から1930年代にかけてニュージーランドで選別と育種によって牧草やクローバーが改良された。1950年代には X 線や紫外線を使って突然変異率を高める原始的な遺伝子工学が生まれ小麦、トウモロコシ、大麦などの品種改良が行われた。 緑の革命では、従来からの交雑技法を使うことが一般化し、生産性の高い品種を栽培することで、収穫量が何倍にも高まった。例えば、アメリカでのトウモロコシの収穫量は1900年頃には1ヘクタールあたり2.5トンだったが、2001年頃には1ヘクタールあたり9.4トンになっている。同様に小麦の収穫量の世界平均は、 1900年頃には1ヘクタールあたり1トンだったものが、1990年には1ヘクタールあたり2.5トンになっている。南アメリカでの平均小麦収穫量は1ヘクタールあたり2トン。アフリカでは1トン以下だが、エジプトやアラビアの灌溉を行っている地域では3.5トンから4トンの収穫がある。これに対して、 技術の進んでいるフランスでは1ヘクタールあたり8トン以上の収穫がある。収穫量の地域差は主に気候、品種、工作技法の差が原因である。遺伝子組み換え作物は遺伝子工学の技法を使って遺伝子に修正を加えた作物である。遺伝子工学によって新品種の生殖系列を生み出すのに使える遺伝子の幅が広がった。 1960年代初めに機械式トマト収穫機が開発されると、農学者は機械による収穫により適した遺伝子組み換えを施したトマトを作り出した。最近では遺伝子組み換え技術は様々な作物の新品種開発に使われている。ラウンドアップレディと呼ばれる種はグリホサート剤にさらされても影響を受けないよう、除草剤に抵抗力のある遺伝子を持っている。 ラウンドアップはグリホサート剤をベースとした非選択的にあらゆる雑草を殺す除草剤の商品名である。つまりラウンドアップレディッシュを使えばグリホサート剤を散布しても作物だけは影響を受けずあらゆる雑草を殺すことができる。除草剤に耐性のある作物は世界中で栽培されている。アメリカの大豆は作付け面積の92%が 除草剤に耐性のある品種になっている。除草剤に耐性のある作物が多く栽培されるようになると、当然ながら、グリホサート剤ベースの除草剤が散布されることが多くなる。中には、グリホサート剤に耐性のある雑草も出てきたため、別の除草剤への切り替えを余儀なくされた地域もある。広範囲なグリホサート剤の使用が収穫量や、 作物の栄養価に与える影響、さらには、経済や健康に与える影響について研究が行われている。害虫に強い遺伝子組み換え作物も開発されており、昆虫に作用する毒素を産出する土中バクテリアであるバチルスチューリンゲンシスの遺伝子を組み込んでいる。そのような作物は昆虫に食い荒らされない。例えば、スターリンクというトウモロコシがある。また、 綿花でも同様の品種が作られており、アメリカでは綿花の63%がそういった品種になっている。遺伝子組み替えを行わなくとも、従来からの品種改良、特に野生種との交雑、または竹樹粉によって害虫に強い品種を作ることができるというものもいる。野生種は様々な体制の源泉となることもある。 野生種との交雑によって19の病害に耐性のあるトマトの栽培品種を作った例もある。遺伝子工学者はいずれ、灌漑や排水や保全などを気にしなくても栽培できる作物を生み出すかもしれない。そのような作物は大規模な灌漑に依存する不毛な地域で重要になるだろう。しかし、遺伝子組み会には批判も多い。 食の安全と環境という二つの面から遺伝子組み替え作物について問題提起されている。例えば、作物の次世代の種が発芽しないようにしたターミネーター種は環境学者や経済学者によって疑問を提されている。ターミネーター種には国際的に反対の声が強く、今のところ実際の作物には適用されていない。 別の問題として遺伝子組み換え技術で開発された新たな種の特許をどうやって保護するかという問題がある。開発企業がそのような種の知的財産権を所有し、その種を使って栽培した作物について条件を設定する権利を有している。現在10の種病会社が世界的な種の販売の3分の2を制御している。 環境活動家バンダナシ芝は、それら企業が、生命について、特許を取得し、それによって、利益を得ようとしており、生物学的窃盗罪を犯していると主張する。特許で保護された種を使っている農家は、翌年のための種を収穫から得られるとしても、毎年新たな種を購入しなければならない。収穫から、翌年の種を得ることは普通に行われてきた、習慣だが、 特許侵害に問われないようにするためには、その習慣を変える必要がある。限られた地域に適応した種は、品種改良された作物や遺伝子、組み換え作物によって、絶滅の危機にさらされている。そのような種は長い年月をかけてその地域の気候、土壌、その他の環境条件、田畑の設計、現地の民族の好みに適応してきたという意味で、重要である。 遺伝子組み換え作物や交雑種を持ち込むと土着種との交雑が起きる危険性がある。つまり遺伝子組み換え作物は土着種の持続可能性やその地域の文化に対する脅威となり得る。交雑によって土着種が遺伝子組み換え作物の形質を獲得したらその種は特許を保持している企業の設定する条件の対象となり得る。農業には単に 工作だけでなく、広い土地を工作に適した農地にすることや水路を作るなどの考えといった、様々な専門的技法が含まれる。農業の基本は、依然として、農地での農作物の栽培と、牧草地での牧畜である。トマス・ロバート・マルサスは、地球は、人口増加を支えきれないと予言したが、緑の革命などのテクノロジーが、 食料需要増に応えることを可能にした。20世紀末以降、既存の農業に対する懸念から、持続可能な農業への関心が高まっている。品種改良、農薬、化学肥料などの技術革新によって、収穫量は急激に増加したものの、環境への悪影響や人体への悪影響が起きている。畜産においても、品種改良や、集約型の養豚、 養鶏によって食肉の生産効果が劇的に増加したが動物虐待の問題、抗成物質や成長ホルモンなどの化学物質を投与することによる人体への悪影響が懸念されている。バイオ医薬品、薬剤、バイオプラスチック、バイオ燃料などの原料に使われることも多くなっている。ただしそもそも世界では食料が不足していて飢餓で命を落としている人々、 地域も多数ある現状である。植物をわざわざ燃料に変換するため燃やしてしまうと、さらに食料の総量が不足したり、基礎的な農作物の値を釣り上げてしまう結果となる。世界人口で多くの割合を占める低収入で食べ物が十分に入手できてはいない人々の生命を奪う結果を招くことが懸念されている。農業は農薬、栄養流差、 水の過剰使用などの問題により、社会に対して外部費用を課す。2000年に発表された研究で、イギリスにおける、総外部費用の見積もりは1996年の時点で23億4300万ポンドで、1ヘクタールあたり208ポンドとなっている。アメリカ合衆国の2005年時点の工作に関わる、 外部費用はおよそ50億ドルから160億ドルと見積もられており、畜産に関わる外部費用は7億1400万ドルと見積もられている。どちらの研究も外部費用の内部化が必要だとしているが、補助金については分析しておらず、補助金も社会に対する農業のコストに影響していることを中期している。どちらの研究も純粋に経済的影響のみを述べている。 2000年の研究は農薬汚染の報告を含んでいるが農薬の常用が及ぼす影響については考察しておらず2004年の研究では1992年の農薬の影響見積もりに依存しているノーマンボーローグは革命的な農業技術を開発し何十億もの命を救った重要人物である彼の開発した品種は開発途上国の 穀物生産量を大幅に増大させ、緑の革命の父と呼ばれるようになった。国連職員でこの問題に関する国連報告の共調者であるヘニング・スタインフェルドは、畜産は今日の環境問題の最も重要な原因の一つだ、と述べている。畜産は農業が使用する総面積の70%を占めて、おり地球全体の30%の土地を使っている。 温室効果ガスの最大の発生源でもあり、CO2 に換算すると、全温室効果ガス発生量の18%が、畜産に由来する。ちなみに、交通機関、輸送機関が放出する CO2 の総計は、全体の13.5%である。人間の活動で排出されるア酸化窒素の65%が、畜産によるもので、メタンの37%が、 畜産によるものである。また、アンモニアの64%が畜産によるもので、酸性ウや生態系の酸性化の原因とされている。畜産は森林伐採の主要因とされており、アマゾンで開墾された土地の70%が牧草地になっている。森林伐採や開墾を通して、畜産が生物多様性を低下させているとも言える。土地を開墾して、 農産や畜産に利用することは地球の生態系に最も大きな影響を与える人類の活動であり生物多様性を低下させる最大の原動力となっている人類がこれまでに開墾した土地の見積もりは39%から50%まで様々である土地交配は生態系機能と生産性の長期低下を意味し 全世界の24%の土地で起きていると見積もられている。国際連合食料農業機関は土地交配の主要因は土地管理の問題だとし、15億人が交配した土地に頼って生きていると報告している。ここでいう交配とは森林破壊、砂漠化、侵食、ミネラル分の枯渇、土壌の酸性化や塩害などを指す。不栄養化は 水中の生態系が過剰な栄養を持つようになることで、藻類が繁茂し水中の酸素濃度が低下する。そのため魚類が生息できなくなり、生物多様性が失われ、その水も飲用や工業用に適さなくなる。工作地への過剰な栄養投与や家畜に過剰な飼料を与えることが、窒素やリンといった栄養素の表面流出や浸出を招く。 これらの栄養素は、水中生態系の不栄養化を引き起こす主要な、非特定汚染源負荷である。全世界での農薬の使用量は1950年以降、毎年250万トンずつ増加しているが、農作物の害虫被害はほぼ一定で推移している。1992年、世界保健機関は、毎年300万人が、農薬中毒を起こし、 およそ22万人がそのために亡くなっているとの見積もりを発表した。農薬を使用し続けることでその農薬に耐性のある害虫だけが生き延び、さらに強力な農薬が必要になるというサイクルが生まれている。飢饉を防ぎつつ、環境を守るために農薬を使用した、集中的農法を正当化する論理として、センターフォーグローバルフード・イシューズのウェブサイトの冒頭に、 引用されていた1エーカーあたりの収穫を増やすことでより多くの土地を自然のままに残しておけるという考え方もある。批評家は環境と食料需要のトレードオフは必ずしも必然的ではないとし農薬を減らして林作などの良い農業経営の習慣を根付かせれば良いと主張している。農業は気温、降水量や降雨時期、CO2、 太陽光といった要素の変化、あるいはこれらの組み合わせによる気候変動に影響を受ける。農業には地球温暖化を防ぐ面もあるし、悪化させる面もある。大気中の CO2 増加の一因として、土壌中での有機物の腐敗があり、大気中に放出されるメタンの大部分は水田などの湿った土壌での有機物の分解によるものである。 さらに湿った嫌気性土壌では脱出によって窒素を失い、温室効果ガスの一種である一酸化窒素の形で大気中に放出する。土壌の管理をうまく行えばこれらの温室効果ガス放出を抑え、土壌に大気中の CO2 を貯留させることも可能である。農業生物については地球内で数種類いる。アリやシロアリにも農耕を行う。 生物種がいる。ブラジル、ミナスジェライス州のコーヒー農園。ありがとうございます。